西部警察日本全国縦断ロケ。日本全国縦断ロケは、テレビドラマの西部警察パート2、西部警察パート3とかけて行われた、テレビドラマとしては、異例の大規模な地方ロケ。西部警察は、全国縦断ロケだけでなく、パート I 時代から大規模な地方ロケを複数回行っているので、そちらも一部取り上げる。小暮課長役を演じる石原裕次郎が、 乖離性大動脈瘤による長期にわたる闘病生活から復帰できたことを記念するとともに、闘病中自分を応援してくれた全国のファンに対するお礼と自分の元気な姿を少しでも多くの人に見てもらいたいという気持ちがあり、この地方ロケはその一つの形となった。もう一つ、現実的なところでは爆破やカークラッシュなど視聴者が求め、 制作サイドの挑戦への厳選となっていたアクションの過激さを実現するには、東京都内では自由にやりにくくなっているという事情もあった。パートアイ時代でそのあたりの限界はすでに露呈していて、パートアイ時代の大規模爆破ロケは、都内では無防としまえ、後編、爆発ゾーン、4号岸壁の殺人、燃える罠からの脱出、バスジャックくらいしかなく、あとは山梨や九州、 静岡など地方となっている。全国で全11回16道府県でのロケを観光。ロケ先は北から順に北海道、宮城県、山形県、福島県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、香川県、広島県、福岡県、鹿児島県。 山形県を除くロケ先は全て当時のテレビ朝日系、フルネット局の放送地域となっている。地方ロケの車両の破壊、建造物の破壊は他のストーリーの日ではなかった。ロケの際に動くスタッフを含めた人数は100人以上、関係車両数も現地調達の車両を除いても50台以上あった。当時としてはドラマ撮影は元より映画撮影以上の規模である。 西部警察のアクションのエピソードとして一般的に知られているものはこの地方ロケにおけるエピソードがほとんどである。この地方ロケは石原プロですべて仕切るには規模が大きすぎるのでロケ地元の放送局の担当スタッフが候補地の選定、道路上許可や消防法関係などの事務手続き、エキストラやホテル、食事などの手配、現場の警備などを仕切っていた。ちなみに、 地方ロケ警備には本物の警察官が動員されることもあった。結果、ロケ地元の放送局にとっては企画立案、ロケ先の選定から実際の撮影、ご始末まで含めて半年から1年以上をかけた大プロジェクトとなった。地元放送局にとってこの地方ロケの仕切りはメンツの戦いだったようで、第1弾の静岡編で静岡駅前にヘリコプターを着陸させたことに、 他のテレビ朝日系列局が静岡県民放送へ苦情を入れたと言われている。ちなみに当時の国鉄静岡駅は線路の高架化と駅前再開発事業を行っており、駅前に広大な空き地があったことからヘリコプター着陸の許可が降りたとの記述が静岡朝日テレビの写真に記されている。取り上げるストーリーの素材も回を重ねるにつれて、超合金技術の 人材含めた海外流出、生物兵器強奪、ミサイル強奪、ウラン強奪の五角テロと当時としては現実離れしていった。犯人側も通常版ではあまり見られなかった、クライマックスで死亡することがほとんどで、持つ武器も、機関銃、自動小銃は、当たり前、手榴弾やバズーカ砲、地雷など、テロ組織や軍隊くらいしか持たない。 なおかつ持っている事実が分かっただけでも国家レベルでの事件になるであろうものが地方ロケにおいては頻繁に登場していた。警察側の装備として特に大門が現場へ向かう際のクライマックスシーンではヘリコプターの登場が頻発しており、鳩村役の立ち広はそれを表してスターはいいなぁと2004スペシャルの全宣伝番組において解雇している。 地方ロケでは必ずと言っていいほど出てくる爆破シーンを生み出すためには当然爆破するものを調達する必要がある。最初は廃屋や遊覧船など地元企業の所有物であったのだが福島からは爆破するためにわざわざ建造物を作ることになった。大門役の渡哲也は当時の状況をとにかく船でも何でもぶっ飛ばして 爆破するものがなくなって煙突まで爆破してしまったと爆破する対象を探すのに苦労していたことを語っており、それが福島以降の建造物を作って爆破するというスタイルになっている。ロケ先では事前に撮影告知の CM が放送されていたこともあり、各地とも熱狂的な歓迎を受け、観覧客の渋滞に巻き込まれ撮影スタッフが 現場にたどり着けなくなるというハプニングも発生した。ドラマ本編にも大勢の観客が映り込んでいるシーンがあり、当時の熱狂ぶりをうかがい知ることができる。当時のテレビ朝日の土曜日昼の人気番組、独占、女の60分では、地方ロケ編が放映される前日に、アタッカーがロケ現場の舞台裏を取り上げていたほか、ロケ先となる地元局の情報番組でも、 同様の内容が放送されていた。その PR もあって、地方ロケ版は、地元の視聴率はのきなみ高かったが、関東での視聴率は決して飛び抜けて高くはなかった。第1弾から第4弾までが該当する。視聴率は、ビデオリサーチ社関東地区の調べ第5弾から第11弾までがここに当てはまる。視聴率は、ビデオリサーチ社関東地区の調べ。ありがとうございます。